みなさんこんにちは、ひめあです。今日はじゃん、こんな感じ。ここにね、置いてあるんですけど、こちらちいかわっていうのがあるんですけど、こちらのグッズをね、開封していきたいと思います。イエーイ、それで行ってきましょう。はい、それでやっていきたいと思います。で、まずこちら、こちらはちいかわフレンズっていうやつで、スーパーのお菓子売り場に売ってたので買いましたね。中身は彩色済みソフビ人形1体過去全8種とガムソーダ味が入ってるそうです。で、こちらはもう中身が分かってるんですけど、ラインナップがちいかわ8割、うさぎももんが栗まんじゅう、ちいかわのパジャマ、8割のパジャマ、うさぎパジャマっていうのがあるんですけど、ね、私は8割も好きなんですけど、どっちかといえば最近ちいかわもね、好きになってきました。なぜかというと、ちいかわのこのグッズを机をなんか結構上を白系統で合わせてて、最近白が好きなのでこの子好きになりましたね。でも8割も好きです。開けます。ボン、お、でっかいね、思ったよりでかい。これは BT シビルのやつと似てる感じのこのちいかわバージョンです。ということで、こんな感じです。かわいいです、ちいかわちゃん。で、次スタンプ開けていきます。スタンプ、これも何が出るかわからないスタンプコレクションっていうやつなんですけど、こちらの値段1個110円です。で、ちょっとラインナップがあったんですけど、あ、全部かわいいかな。まあ何が出るかなということでいきます。せーの、バーン、お、お、8割 C でしたね。8割 C、 かわいい。ということで8割でしたね。じゃあ次、ちょっとね、アクスタを最後に取っておきたいので、メタルコレクションいきます。こちらは全12種です。値段は110円、変わらないです。いきます、せーの、バーン、あ、うさぎちゃんだ。うさぎが出ました。今回はこれもスタンプにもあったかな。うさぎでしたね。これは一回多分鬼滅のやつかな、こんな感じ。これ結構前の鬼滅の動画でやったやつのちいかわバージョンです。はい、ラスト、本命のアクスタ、こちらも12種類。もうね、全部可愛くてどれもコンプしたい感じな勢いなんですけど、いきます、せーの、ボン、お、可愛い、8割。なんかさ、今日8割ちゃんの運がね、すごいいいよ。こんな感じの8割ちゃんが、何これ、カマキリかな、なんかわかんないけどやってるやつで、なんかこれはこう立てられます、こういう感じ。はい、どうだったでしょうか。推しちゃんは出なかったんですけど、でも8割ちゃんもね、好きだし、うさぎちゃんも好きで、これがね、思ってたよりちょっとでかくてね、びっくりしました。皆さんはこちらのね、3個はダイソーさん、まあ、セリアさんとか110円という安さで売ってるので、皆さんぜひぜひ買ってみてください。またちいかわの動画を見たいなと思った方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。